はいどうも、今日はですねちょっと明るくなってしまった髪ですね。今10トンぐらいかな、もうちょっとあるかな。髪を明るくしてしまったのでちょっと暗くするものですね、やってみたいと思います。今日使うのはこちらのグラマージュというヘアマニキュアですね。普通のカラーと違くてヘアマニキュアというのは染毛料、中まで入らない、傷むことのないですねものでやります。ただこれ注意しなきゃいけないのは、普通のカラーと違ってですね、ついたら落ちません。こういう白い壁とか白い服についたら絶対落ちません。頭皮についても落ちないのですごく注意が必要です。ただ傷まないし、まあ、髪は結構ツルツルになるかなっていうような形です。っていうので早速やってみたいと思いますが、今日用意するものはまずはいらないものも映ってますけども、こういったコームですね、スケルトンで、こういったものは、普通のカラーの時に使うやつですね。こう塗って溶かす、でこれもカラー混ぜるやつで、こういうのはいらないです。なのでこういったマニキュアだと混ぜる必要がないですね。1液と2液をだからこういうのはいりません。今日使うのはこういったコームでも十分です。あとリングコームという先が尖ったなんか尻尾があるような、ここのなんだろう、この部分がないコームというんですか、こうピュッてなってる角みたいになってるやつが使いやすいかもしれません。おそらく美容室ではそれでやってます。あとは体拭くタオルも用意しておいてください。頭かで、普通のラップでいいので、塗った後はしっかりと空気が当たらないようにしていただきたいと思います。それではやっていきたいと思います。おっしゃ、はい、お風呂場に到着しました。マニキュアの場合必ず髪を濡らしてからやってください。カラーは根元の時は濡らさなくてもいい時もあるんですけど、トーンダウンなんで濡らしちゃって大丈夫です。でさっきも言ったんですけど、これ床とか服とか白いところについたら絶対落ちませんので、そこだけ絶対注意してやっていただきたいと思います。ちょっと本当は手袋、100均とかで売ってるようなああいう手袋した方がいいと思います。あ、ちょっと持ってきます。やっぱりはい、探したらありました、この梨で100均で10枚ぐらい入ってるゴム手袋ですね。これ梨でいこうかと思ったんですけど、さすがにちょっとリスクがでかいのでやめます。こんな感じです。ここにこうやってつけて、これちなみに Amazon で売ってます。値段は1200円とかかな。ここで気になるとこですけど、本当にこんな感じでもうついてます。頭皮にはついちゃうんで、どうしてもそれはもう諦めてとか言うしかないかな。でも本当に肌ついたら終わります。1週間ぐらいはガチで取れません。お風呂場にも前回やった時は全部に段ボールを敷いてやりましたが、奇跡的にこぼれることがなかったので、僕はできると、俺いけるぞという自信を持ちましたのでね。特にあ、やばいな、怖いよ、だいぶ怖いよ。で今日はそんなに真っ黒にトーンダウンしたくないので、あまり置かないようにしたいと思います。こんな感じでまんべんなく全体にやっていけば、これエナメルブラックなんで、ブルーブラックじゃなくてエナメルブラックなんで、今の僕のさっきの頭の今のカラーだと10分15分ぐらい置けばいいんじゃないかなと思います。ラップをしてですね、今日気になるところとかもあると思うんですけど、耳周りを気をつけてください。耳は目立つぞ、男子は特に。どうしてもこうカラーってやった時は絶対傷んでないんですよ。なぜならあれは 96% がトリートメントでできてるからですね。だからカラーやると傷むっていうのは間違いじゃないんですけど、カラーやった後に色が抜けるとそこから痛みが発生すると、ボソボソになったりとか
ビヨンビヨンになったりとかします。ちなみに普通のカラーの3回やるとブリーチやったのと一緒ぐらい痛みます。ちょっとこんなもんでやってみようかな。まあ今回そんな使わなかったんですけど、多分女子はこれだと長い子だと1本じゃ足りないかな。うん、1回これ書いてあるのは45度で10分放置、加温ですね、まあ、ドライヤーとかでいいと思います。あれの上からラップの上からドライヤーとかでいいと思うんですけど、でその後クーリングをして流します。それじゃあやってみたいと思います。はい、ここで注意点です。一つはですね、今、放置してるんですけども、シャンプーする時もこの手袋をしてシャンプーしてください。あの色素が完全に手についちゃいしまって取れなくなっちゃうので、これをつけてシャンプーすることが1点で、拭くタオルもこういった黒いタオルで拭いてください。頭拭く時ですね。じゃないとこういったやつだと多分色素を移っちゃうのでぐらいですね。はい、で今、ドライヤーで少し加熱をしてちょっと置いてます。トータルあまり置かないようにしたいと思うんですけど、10分ぐらいで1回クーリングをして流したいと思います。それではちょっと色の違いを見てください。 See you。 はい、今ですね5分ぐらい、まあ、3分ぐらいかな、クーリングしてみたんですけど、結構色も暗くなってきてそうなので流してみます。はい、出てみました。ちょっとね、思ったより起きすぎたかなっていう感じがして、結構暗くなってます。でマニキュアはいいところというか、洗えば洗うほど色は薄くなるんで、まあ、その辺はもし入れすぎちゃったら結構洗ったりとかしても大丈夫と思います。ちょっと乾かしてみます。はい、乾かしました。まあ、結構思ったほどそんなに真っ黒にはならなかったですね。それこそもっと暗くしたい人は本当に45度で10分置いてクーリングして流すのがいいと思います。なので、まあ、今回はそんなに失敗でもないかなというような感じです。まあ、日の下に当たるとまたちょっと違うんでしょうけど、まあ、今回そういうことでですね、ホーユーさんのグラマージュという、ヘアマニキュアを紹介しました。女性の方は1本で不安かもしれないので2本買っていくといいかもしれませんね。それじゃあまた。